皆さんこんにちは。もふりこことパピネンです。今日はですね、このウテナのゴールデンジュレマスクヒアルロン酸 33g3 枚、参考価格が700円のこちらのご紹介です。まずはこれ。何がええってメイドインジャパンの日本製です、そんなこのマスクですね、2014年発売の人気マスクでもあります。でまあこれね、価格的にピンキリあるマスクの中ではまあ3枚700円というのは買いやすいと思います。またドラッグストア等で購入できるというのも買いやすい。そのせいかこのマスクは口コミがとても多かったです。しかもこれ、口コミやった。なんかね、ジュレがね本当にたっぷりってこれ書いてありましたわ。確かに箱のここにも贅沢ジュレの文字、そしてここにたっぷり 33g の文字が。というわけで、これ今から実際に開けて見てみたいと思います。とりあえずここにあるように両手でこれ袋全体、まあこんな風に揉み込みました。では、開けてここのお皿に出してみたいと思います。開けてみたんやけど、この中身見えるかな。ちょっとすごいドロドロした感じやね。ちょっと手で出すのはあれなんで箸で出してみたいと思いますよ。では箸で出しますよ。よいしょ。おお、こんな感じやな。おお、すごいな、なんかジュレいう感じや。ちょっとこれ見えるかどうかわからんけど、中にもなんかいっぱい残ってるわ。では、このひたひたジュレマスクを今からやってみたいと思います。かなりなんか滴るぐらいの感じですね。なんか滴るの嫌です。ちょっとこの何液ちょっと取ってからやりますわ。はい、マスクしてきました。まず、シートの厚さはまあ普通かな。で液だれに関してはあらかじめジュレ取ったんで液だれは今現在はしてないです。で香りがね、なんかハーブみたいな薄い香りがしてる、ええ感じです。ほんでかゆみ等は出ないです。全く大丈夫。ほんでこのマスク20分から30分できるそうなんで、とりあえずこのまま30分、置きたいと思います。はい、30分経ちました。感想としてはいい感じです。マスクしたままいろいろできるのもメリットです。あと袋の中に残ってるジュレは100均とかでシートマスク買ってきたらもう一回いけると思います。まあそういう意味でもこれ700円っていうお値段はリーズナブル、日本製やしね。というわけで皆さんまたお会いいたしましょう。